このエピソードは実在のアズール連関連作とはパラレルの関係よ。自由に楽しんでね。こんなに大勢の人がいるのに何にもいたずらをやらないわけにはいかないよね。このバナナの皮を仕掛けちゃうぞ。龍城ちゃんはさっき見かけたけど、さすがにガードが固くなってきたしな。どこかにお手軽なターゲットがいてくれれば。あ、お兄ちゃん、まずい。まだいたずらは未遂だけど、とりあえずテーブルの陰に隠れておこう。なるほどね。わざわざ隠れるってことはやましい気持ちがあるのね。私、妹たちとどう接したらいいか、なかなか気持ちの整理ができなくって。まあ、それは困ったわ。妹さんたちと何かあったのかしら。喧嘩？いいえ、大喧嘩したとか、そういうわけじゃないの。それじゃ、何か妹たちに対してどうしても気になることがあるとか？ええ、こっちは姉としてどうにかしてやらないとって焦るばかりなのに、妹たちは自由奔放なのよ。妹さんたちは自分勝手なのかもしれないけど、逆にあなたが姉として気負いすぎてるのかもしれないわよ。それは、あ、もうおかずがない。これ、私の食べかけですけど。ありがとう。姉妹の絆なんて切れるものでもないし、姉が頑張るのは当然じゃない。そうでなきゃますます示しがつかなくなるし。レキシントンさん、どうでしょう。妹についてはどう接するのが正しいでしょうか。参考になるかはわからないけど、私にとってのサラトガはアイドルとしては最良のライバル、妹としては困ったくらい手がかかる、そんな子ね。困っているほどなのに最良の、よくわからないわ。あ、そうだ、別の視点で見た結果ではないでしょうか。私にも妹がおりますが、個人として見た場合と妹として見た場合はやはり評価が変わってきますね。へえ、そういうこと。第三者から見てどうなんでしょう、私の妹たちって。ジュノーもサンディエゴも個性的で素敵な子だと思うわ。もちろんあなたもね。からかってる？いいえ、私はあの二人が自分の妹になった時の苦労まで想像することはできませんけど、たまには妹を他人として関係を切り離して見てあげることも大切ではないでしょうか。確かにその視点は抜けていたかも。私にとってはいたずらばかりするサラトガは姉をとても悲しませるのだけど、一方でアイドルとして頑張ってたり、みんなのために知恵を絞るサラトガはね、人としてすごく好感を抱けるの。叱るときは姉として、でも応援するときは。私だってあの子の一人のファンでしかないわ。何かかっこいいかも。少し考え方が変えられそうな気がする。それならよかったわ。さーて、サラトガ、この話が聞こえていたら、バナナの皮はちゃんとゴミ箱に捨てておきなさいね。大丈夫、バッチリ聞こえてるよね。それは何よりよ。お姉ちゃんのいたずらスキルレベルが高い。やるね。ふう、ついでにいろいろと嬉しくて涙が。くすん。何の音？どの姉もそして妹も苦労と成長がありますね。